こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。今日はサポート例の報告、まず実績紹介ですね。サポート開始半年で Amazon ブランド登録、プラス商品カテゴリー許可、これを取りました。サポート開始半年を過ぎて、月間取引件数が100件を超えたので、ブランド登録とカテゴリーの許可申請をしました。ブランド登録は完了。これから相乗りされないカタログが作成できます。また、あるジャンルの商品の許可申請をして、無事許可が取れました。許可を取った商品以外も、同じジャンルの商品が許可なしで出品できるようになりました。やはり、月間100件の取引が許可申請の一つの目安です。これから利益が出る商品を見つけて、売上も加速的に伸びることでしょう。やっぱ本業で取り組むと。副業でやってるけど、いずれ本業にしたいと言った場合はね、このブランド登録というのはやった方がいいです。それから、許可申請を取らないと出品できない商品、許可を取って出せば当然ライバル少ないんでね、値下がりも少ないですし、稼ぎやすいです。この2つの準備、ね、半年後にちょうど完了したという事例がありましたんで、ご報告させていただきました。また私も登録したい。ね、どうやって許可取るんですかと、私で通るでしょうかというようなね、ご質問、確認お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。